皆さんこんにちは、キリタンです。今回は朝鮮王朝最高の名君であると韓国さんで教えられる朝鮮王のセジョンさんの話から進めてまいります。このセジョンさんは韓国人なら知らない人はおりません。なぜなら小学校に必ず銅像があるからです。そんなに素晴らしい人物ならばご紹介しないわけにはいけませんね。セジョンさんは1397年5月15日に生まれ、1406年に成人すると、すぐに中年大君と呼ばれる官職に自動昇格します。そして自動的に結婚されました。それから1418年に即位しました。お父さんが生きている間はただの傀儡でしたが、お父さんが亡くなる1422年から実権を握りました。没年は1450年3月30日で享年53歳でした。韓国さんでは聖君と呼ばれ、今も尊敬を集める人物であります。彼を主人公にしたドラマもいろいろと作られ、日本でも BS 朝日や BSTBS などで放送されています。さて、なぜこの人物が聖君とされるのかですが、キリタン幾冊かの本を読みました。でも、それらしい資料を見つけることはできませんでした。単純に私の理解力が乏しいだけかもしれません。それらしいのに身分が低い人に官職を与えたとかありましたが、与えられたとされる人物が見つかりません。中学が好成績だったものや帰化したものを同様されておりますが、その方たちが身分が低かったとは思えません。前にもお話ししたように、朝鮮は階級社会です。そしてほとんどの方が奴隷階級であります。この背景には支那から伝えられた儒教の影響によるものだとされています。それでもこの時代の朝鮮のような階級が低いからといって人を奴隷として扱うようなことを儒教は教えていません。目上の者に逆らってはなりませんという儒教の教えを斜めに捉えたのではないかと思われています。朝鮮としても民衆が奴隷ばかりでは国が成り立ちませんので、幼民、常民が女卑、先民と結婚すれば生まれた子供は幼民になれるとされていました。聖君とされるセジョンさんはこの制度を廃止しています。さらに女卑随母法という法律を定めました。ヤンバンの男性が女卑を性奴隷にすることがこの時代は普通にありました。この法で男性の身分が高くても母親が女卑であれば子供は女卑になりました。それだけではありません。母親がたとえ特権階級の身分であっても父親が女卑であれば子供は女卑とされるように定めました。まだまだあります。セジョンさんは残された書物を見ますと、民のことをはっきりと愚民と語っています。極端な差別主義者であったとされるセジョンさんは、ヤンバンが女卑など下の階級と交わるのを嫌ったとされています。朝鮮では女卑は子孫末裔に至るまで先民戸籍に記録されていたそうです。女卑と領民を区別するためだそうです。領民とは朝鮮では常民のことです。女卑と大きく差があるような言い方でちょっと不快だなって思います。女卑とされた者への差別は本当にひどく、たびたびこの先民戸籍を奪うために反乱が起きたそうです。実は女卑の中にもさらに上下があって、
ヌヒにもなれない人々も多くいました。その方たちはペクチョンと呼ばれていました。朝鮮では染料も高価であったために、色がついていない服を身にまとっていたためです。このことは李氏朝鮮の時代続いていると推察します。明治時代の写真でソウルを撮影したものを見れば、住民が皆白い服を着ているのがわかります。ヌヒとペクチョンの区別ですが、ヌヒとはいわゆる奴隷です。主人がいました。そしてペクチョンとは主人がなく人間でないとされていました。ですから職業も限定され、規則を破ると処刑されたりしました。人間でないとされているため、法で裁かれることもありませんでした。ヌヒやペクチョンにされた人々は戦場で手柄をあげるしかなかったそうです。韓国で出版された本によれば、1920年代においてもほとんどの家庭で例外なくヌヒを置いていたと記されていました。またセジョンさんは12歳以下の女子については結婚を禁ずると布告していました。朝鮮は民に対し服従していましたが、そのために毎年多額の金品などを要求されていました。ですが朝鮮は土地も痩せて貧弱であったため、そのような財力もありません。そこで美女処女を貢ぎ物にしていました。民衆は問答無用で娘さんを連れて行かれるため、早くに結婚させていたのです。これを防ぐためにこのような布告を出していたのです。こんな方ですよ、セジョンさんって。これで成君はないでしょう。少なくとも当時の民衆はそう思っていなかったであろうと断言できます。韓国さんではメイ君と教えられているため、この事実は全く知らされてないとありました。こんな下劣な政策を進める中で、一つだけまともな政策もありました。これがセイ君のゆえんなのでしょう。悪人が何か一ついいことをすれば、なんかいい人っぽく感じますもんね。そのいい行いが訓民正音の制定です。いわゆる文字の制定であります。ハングルって名前は20世紀になってから朝鮮の人たちが偉大なる文字だって名付けたのですよ。訓民正音の制定は1446年のことです。もともと朝鮮にももちろん朝鮮語はあったんですよ。ただ独自の文字がなくて、言葉を漢字に直さなくてはなりませんでした。これは難しいですよね。こんなんでは庶民が文字を書けるはずがありません。これに哀れんだセジョンさんが発音に合わせた文字の制定を行ったわけです。この時に発刊された訓民正音にセジョンさんの言葉が残されております。我が国の語源は中国と異なり、文字と通じ合わない。故に、国民は言わんと欲するところあれども、その情を述べられないものが多い。世は、これを不憫に思い、新たに28字を制定し、人々が官位に習い、日用の便に役立つよう欲する。訓民正音礼儀編より、これを読んで韓国さんは聖君だって思ったのでしょうか。いいこと言っているようですが、愚民ですよ。普通は
善良なる民よとか思ってなくても使うでしょ。ここまで堂々と使い、また受け入れるとか、なんと懐の深い国民なのでしょうか。これには賛辞を送らないといけませんね。とにかく文字の制定は素晴らしいことです。しかし考えてください。この時代も朝鮮は属国です。親分は民様になります。文字というのは独自の文化でありますよね。属国なのに独自の、そうなのです。民様より反逆と捉えられました。ここで聖君のセジョンさんは民に弁明します。あれは決して文字ではありません。単なる発音記号です。反逆など滅相もない。聖君様、これは推測ですが、セジョンさんも反逆というか、朝鮮民族として独立したい気持ちはあったのではないかなと言われています。そのためにも独自の文字が必要と感じていたとしても不思議はないと思います。文字の制定に対して文官たちは猛反対したそうです。彼らは朝鮮を小中華と名付けていました。自分たちが中華に近いというのが誇りだったのです。ですので漢字を捨て独自の文字を使うことに反対したのでした。日本をはじめ他の国では独自の文字を持つことで中華から離れ満足になったという思考でした。これまでの長い中華の属国としての歴史で儒教とともに中華思想をうまく刷り込まれていたのでした。このような激しい反発の中でも強引に文字の制定を押し切った点ではセジョンさんを評価するべきですかね。さて、いわゆるハングル文字ですが、その後はというと、ヤンバンたちからは女文字とか子供文字とか呼ばれて蔑まれました。おでん文字とか言ったらダメですよ。それでも貴族や支配層の中で書簡や詩歌の中で用いられました。漢字よりも簡単ですからね。あと法令の公布にも使われていました。ただ朝鮮には学校がありません。ですので一般には全く普及しませんでした。最近の日本で言われているハングルは日本人が復活させたとかいうのはちょっと極端でありそうです。一応朝鮮でもハングルは時間をかけて広まっていた模様です。学校を建てたり文法を整えたりして一般にまで復旧させた事実は間違いありませんが、福沢諭吉さんが広めたのはハングルと漢字の複合文字なんですよね。新聞にハングルを使って広めたりもなさっておられます。学校ではハングルに漢字も教えていたのです。それなのに韓国さんが建国の時に反日反中を掲げハングル専用法を出して、ここで長年使ってきた漢字を捨てたのでした。そのため韓国人さんは漢字が読めなくなってしまいました。さて、朝鮮第四代国王であるセジョンさんを語ってまいりましたが、皆さんは彼が聖君だと感じましたか？後半はフォローしたつもりですけど、またまた今回もうまくまとめられず長くなってしまいました。それではご視聴ありがとうございました。